皆様こんにちは。アップバンクの社長を辞任して早数日が経過いたしました、マックス村井でございます。私がなぜ社長を辞任しなければならなかったのか、それはこの動画岡野とバトルロードに、全てが詰まっています。本日お届けするのは第2戦0勝1敗となってしまったマックス村井、どう追い上げていくのか、ご覧ください。カタカタ動かすな、カタカタ。穴水駅やん。来た、俺たちの穴水駅。穴水駅。あれ、穴水ってもうだって電車来ないでしょ。穴水まで来る。穴水までか。終点だ。すげえよ、穴水駅。まおちゃん。駐車場があるっていうのはすごいよね。え、神津市？え、待って。食べる。さあ。というわけで。おー。おーちょっとまあ伊佐沢だけじゃやっぱりお腹もいっぱいになってないんじゃないですか。まあ、いっぱいにはなってない、全然いっぱいにはなってない、うん、というわけで、だってここなんて私の大好きな穴水駅目の前、神津市じゃないか、超名店ですよ、うん、穴水に来たら必ず食べてる。あ、そんなに。地元に帰ってきた時は 100% 来てる。神津市だ。わーおー、来た、ありがとう。能登丼だ、能登丼。イエーイ、行きたい行きたい。え、もういただいちゃってよろしいですか、ストップストップした、ストップ。バトルロードなんで。バトルロード行っちゃう。バトル何すか。バトルしましょう。せんでええやろ。さっきね、何バトル。いや、さっきしないでおこうと思ったんですけど、宮下さんがあれ対決すんの対決すんのって言ってたんで、やるちょっと従ってるのかな。従ってるのかな。はよ食べようや。何バトル。食レポ対決。判定員はスプリングマオさんに。なるほど、わかりました。どちらがよりこの能登丼の素晴らしさをお伝えできるか。石川県をアピールすることにもつながりますからね。そうです、石川県に来てよ、うん、ここで能登丼を食べよう、うん、アピールしましょう。いただきます。神津市さん、いただきます。はい、すさまじい豪華さですよ。蒸しアワビいいですね、味が詰まってて。いいですね。お、攻めてる、もう始まってますよ、これ。やばい、うまい。能登丼っていうのは能登の海鮮丼の総称なんですよ。何だっていいんですよ。だからいろんな店で能登丼っていうお店が52店舗あって全部違うんですよ。あ、それ勉強になる。その中の一つが天ぷらとかもあって何だっていいんですよ。あ、じゃあ生じゃない時もあるんだね。能登にある海鮮を使った丼は全部能登丼っていう。なるほど。言ってお、ためになる、ね、今の。ちょっと今のは高評価で、その中でもあのね、一個一個がね、うん、なんて言ったらいいかわかんないんだけどね、あのね、うまい。これはこれもアワビかな。カツキあるんですか、村井さん。そう、カツキ超コリコリしてる、村井さん。コリコリして、うん、アワビね、めっちゃコリコリしてました、うん、っていうか、魚の種類がさ、10個くらいあるよね、これ、うん、そもそもの話で。もっとある、もっとある。味が全部違うからさ、楽しいんですよ。イカの真ん中の綿ですかね、すごい。これはこの綿ですね、生の地方の塩からです。あ、生っぽい。まず1個先に言わせてほしい。僕、はい、刺身とかサラダとかに何もかけないじゃないですか。そうですね。そうなったのは石川のせいなんですよ。魚がうますぎて味が全部違いすぎて醤油の味にするのがもったいないってなって、うん、そうしてるんですよ。だからこれは全部違う種類だから全部の魚はかけない方がいいと言いたくて、醤油をかけて能登丼なんか食ってるやつはもう魚に対する愛がないと思いたいくらい穴水の魚はうまいんですよ。今ね、今その話をしてる最中に僕は醤油バッかけて否定さあ言ってますよ。あ、まあ、いいんですけど、もうちょっとこのバトルロードの話ちょっと一回していいですか、うん、これ2回戦になるんですか。正規試合になっちゃったんですか、うん、このなっちゃいますね。これ正規試合なんですか。正規試合に入りましょう。わかりました、うん、負けました。この人はあれだ、もう勝負とかめんどくせえんだ、この人。食べたいんだ。食べねえんだ。黙って食いてえんだ。後半追い上げる、後半。いいよ、ここで1個ぐらい星落としてもいいよ、別に。あのね、お腹減ってる時のこの人はね、本当にね、はい、どうだっていい気持ちになるからね。集中させてほしいって気持ち。まさかの危険発言ですか、うん、もうね、私ね、食レポというジャンルでね、この宮下さんとね、戦うとかはね、もうね、もう無理。マジでうまいって言っときゃ勝てるじゃないですか。カニうめえ。この放棄した一戦が後で重くね、どういうのにか、うん、ずっしり来るかもしれない。両内の副音声が始まってる。リアル副音声が。赤身も赤身で弾力があるじゃないですか。食レポ対決終わったよ。間が埋まらないからさ。
例えばみんながそのマックスのうまいだけでやるとするじゃないですか、はい、今日のうまいは前と違うから本当にうまいに違いねえとかみんなが思い始めたらさ勝ちじゃねえとか確かにそれもあの、うん、サザエさんの、うん、イクラちゃんのあのハイとバブーのテンションの違いで感情語彙力イクラちゃん並みっていうどっちかしかないいやー美味しかったですね。いやー美味しかった。とても美味しかったです。じゃあ、うん、バトルロードのもう一個シールください。はい。何そのシール？顔ですね。うわ。作った。あざとい。うん。顔シール。これを勝った場所に貼るんです。さっきのイサザが。踊り食い。これ穴水。穴水に。この食レポ勝負。ああボーナスポイントもらえた。現在2対0。穴水なんかくれてやるよ。この後村井さんの得意分野の対決は来るのかっていうのも私は気になりますね。この後はどこに行くんでしょうか。行きましょうか。あー、内緒なのかよ。さあリオナリー、ここから先がなもうジャングルの奥地に向かうかのような、やっとね、穴水町らしい、我々の故郷に近づいていくぞ。そっちの方が穴水。はい、そんなわけで、奥野とバトルロード第2戦が終わりました。なんという無様な、なんという無様な戦いを繰り広げているのでしょうか。ここから先、森林、もりもりでございます。どうぞ次回もお楽しみに。なんで往復したのしかもね、映ってるっていうね、その途中。皆様ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録がまだお済みではない方はぜひともチャンネル登録をよろしくお願いいたします。アップバンクではマックス村井チャンネル以外にもいろんなチャンネルをやっております。ぜひとも合わせてご覧くださいませ。また、ニコニコのマックス村井部ではさまざまな生放送をやっております。毎週月曜日と木曜日には定例放送もありますのでそちらも合わせてご覧くださいませ。ではまた別の動画でお会いいたしましょう。さよなら。